皆さんこんにちは。ネットビスアナリスト横田修林です。今日はですね、来月3月に行います、福井の方で行います、福井産業支援センターの方主催のですね、Google マップを徹底活用した実店舗集客セミナーがなぜね、おすすめかということについてお話ししたいと思います。ではまずこちらをご覧ください。はい、告知のページが出来上がってますので、こちらを元にちょっとお話をしたいと思うんですが、まあ、今回 Google マップを徹底活用した実店舗集客セミナーを県外で初めて行います。で、何がね、おすすめかっていうことで、ちょっとここにね、項目をたくさん挙げさせていただいたんですけど、よいしょ、挙げたんですが、ここをですね、ちょっと拡大できないね。ここをですね、読んでいきたいと思うんですが、まずですね、なんで今、Google マップ集客が注目されているかってことなんですけど、もうこれ答え言ってしまいますと、Google がですね、去年から、テレビのコマーシャルをじゃんじゃん流してるからです。わざわざ自分たちがお金をかけてですね、Google マップの宣伝をしなきゃいけない理由があるんですね。それなぜかまたね、セミナーでお話します。で、もう一つは、Google っていうのは、検索エンジンでは、まあ日本でですね、まあ実質は Yahoo、Google 含めて両方シェアを取ってますけど、両方ともね、Google ですが、地図のアプリっていうものはですね、ほぼね、Google が独占してるんですよ。Android は全員 Google マップ使ってるし、iPhone の人も Apple のマップを使うか、Google マップかというと、Google マップを使ってる人がいるわけなんで、もう半分以上はですね、Google マップなんです。もっとなんですけどね。っていうようなもので、そこをさらに今力を入れようとしている理由は何かっていうことなんですね。で、僕が、Google マップがやばいって気づいたのは、実は去年の、夏6月ぐらいにですね、 Google マップの中でウェブサイトを作れるようになったっていうニュースがあって、これ何と思ってですね、ちょっと注目していたら、さらにそのね、前後にですね、Google マップの方に、自分の会社の投稿を出せるようになったんですね。まあ、いわゆる宣伝みたいな、出せるようになったんですね。これでかなりやばいと思って、一気に、インスパイアしましてですね。これやばいということで、Google マップを力入れようと思って決めたら、それからですね、やっぱり僕が予測した通りに、世の中が動こうとしています。Google マップはね、その検索をして、その実店舗に来てもらうために有効なんですけど、実はですね、もっと深いことがあって、で、それを当日ですね、お話ししたいと思います。もちろん Google マップの中で自分のね、ページが上位に来るとか、集客できるっていうのはもちろんなんだけど、なんで今からやっておかなきゃいけないかっていうことについて話したいと思いますので、ぜひね、当日お越しいただければと思います。はい、ネットビスアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。